ザ・テアトロ・デル・オペラ・ディ・ローマ・アット・ザ・ピアッツァ・ベニアミのジリー。ローマ歌劇場は、イタリア・ローマにある歌劇場。1880年11月に開場した、コスタンツ劇場がその前身である。数度にわたる名称の変遷、改修工事を経て、現在は総席数約1600の歌劇場である。日本語では、ローマ・オペラ座とも呼ばれている。 コスタンチ劇場の名前はこの劇場を建てたセシ主、ドメニコ・コスタンチの名に由来する。彼は資材を持ってこの劇場を計画し、設計をミラノの劇場建築家、アキッテス・フォンドリーニに移植した。ローマ皇帝ヘリオガバルスの邸宅がかつてあった用地に、この進化劇場は18ヶ月で完成し、1880年11月27日、 ロッシーにセミラーミでの上演で会場した。スフォンドリーには劇場の音響効果に留意し、バテー系の劇場内部構造全体が一種の共鳴室となるように計画した。席数2212の劇場は3層のボックス席、その上部に断式座席区画さらにその上部に2区画の独立した天井座席を設けて上に、 アンニーバレブルニョーリの手になる美しいフレスコ画の、どうもいただいていた。ドメニコ・コスタンチはこの歌劇場を自ら運営し、経済的混乱はあったものの、数多くの世界初演を行うことができた。その代表が1890年5月17日、マスカーニ、カバレリアル・スティカーナの大成功である。ドメニコの死後、その息子エンリコ・コスタンチが運営を引き継ぎ、やはり著名作品、 すなわち1900年1月14日、プッチーに、トスカの初演を挙行した。1907年に、コスタンチ劇場は支配人、バルテル・モッキ率いるソチター・ティトレイル・インテナッツ・オヨナレイ、イーナツツ・ヨナレイに買収され、1912年から1925年までは、モッキの妻である、ソプラノ歌手、エンマ・カレッリを支配人として公行が行われた。 1926年11月にコスタンツ劇場はローマ市長によって買収され、王室歌劇場と改称された。建築家マルチェット・ピアチェンティーニーの設計による部分改築が行われ、15ヶ月の休場の後、1928年2月27日、ボーイとのネローネによって再改造した。この改築によっていくつかの大きな変化がもたらされた。 劇場通りとして知られていた道路に面していた劇場入り口は建物反対側に移された。段式座席区画は廃止され、ボックス席の4階部分及びバルコニーとされた。内装はスタッコ細工や装飾が新調され、また直径6メートルにも及び2万7千個ものクリスタルを散りばめた豪華なシャンデリアが吊るされた。 シュトローマの豪壮な都市計画を進行していたムッソリーニのファシスト政権はこの王室歌劇場も精力的にテコ入れした。大恐慌の影響でニューヨークメトロポリタン歌劇場を離れ、イタリアに帰国したジーリ、ナウリ・ボルピア、カニーリア、チーニャ、スティニャーニなどのイタリア人名歌手を集結させ、名指揮者、トゥリオ・セラフィンを音楽監督にいただいて、同歌劇場は、 ミラノスカラザに被験修老後時代を検出した。1937年からは、ローマ市内にある古代ローマ時代の公衆浴場遺跡、カラカラ大浴場での野外公演も、夏季シーズンに開催されている。王政から、共和政への生態の変化に伴い、歌劇場は、ローマ歌劇場と再解消された。1958年には、ローマ市長によって、さらなる改修。 近代化が行われた。今回も、マルチェット・ピア・チェンティーが設計を行い、ファサード、入り口、ロビーなどに大規模な変更がなされた。空調設備もその後取り付けられたが、劇場の良好な音響は現在でも保持されている。現在の総席数は約1600である。1958年1月2日、時のイタリア共和国大統領、ジョバンニグ・ロンキの隣席を仰いで、 ローマ歌劇場が行った、ベッディーニ、ノルマの公演は混乱の舞台となった。大名役ノルマを演じたマリア・カラスは発声の不調を訴え、大一幕終了後に出演を放棄した。場内は怒号の渦巻く、大騒動となり、それはカラスの絶頂期からの没落を象徴する人よとなったのである。現在もなお北イタリアの初歌劇場よりは、ワンランク低い評価を受けており、 ずば抜けた大人口を要する首都の歌劇場としては寂しい状態にある。だが、2010年より、ギッカルド・ムーティを音楽監督に迎えることが決まり、注目を集めている。2014年9月21日、運営資金難、楽団員の労働組合活動などを理由に、ムーティが終身名誉指揮者を辞任した。10月2日、 182人のすべての団員を2014年末で解雇することを決めた。その後、労組が妥協に応じて解雇は撤回されたが、オペラ発祥国の首都の歌劇場があわや消滅というニュースは世界を驚かせた。テルミニ駅からも徒歩でアクセス可能である。ムーティシ。 ローマ歌劇場辞任イコール楽団運営なんで、四季断念イタリア時事通信2014年9月22日、ローマ歌劇場が大量解雇合唱団など、芸術女性現象で、共同通信2014年10月3日ローマ、歌劇場、団員182人全員解雇、財政難で、読売新聞2014年10月6日。ありがとうございます。